さん、おはこんばんちは。ガウスマスター X と申します。今回はパンデミックの、技を紹介していくという動画で、まあ俺がいくつか持っている技を一部公開という形で紹介をさせていただきます。パンデミンの方ならちょっと大体の技は多分分かってると思うんですけど、多分大体の技は知らないと思うんで、ぜひともこれが参考になって、さらに皆さんの戦闘がより充実したものになることを期待してこの動画を作成しました。なので、ぜひとも、パンデミーの皆さんはこれを見て覚えて持ち帰っていただいて、ぜひとも戦闘に生かしてくれたらいいなと思っております。で、今回使用するマップについては、ポート、テラ、サーティーンゾーン、この3つを使って技の紹介をしていきたいと思います。で、また使用するゴーストについては全てナーガスです。ちょっとGP ない方はちょっと申し訳ないんですけど、人間側での逃げの方も紹介しているので、ぜひともそっちの方を覚えて持って帰っていただけたらいいなとも考えてます。だってそれから一部ですねの技に、人間側は2段ジャンプを使用する技が含まれていますので、2段ジャンプがわからないとかそういう方は Google でぜひ検索していただいたり、多分そういう動画も出てると思うんで、そちらの方を参考にしてみてください。で、長々となって申し訳ないです。それでは、技の方に入っていきましょう。まずはゴーストからいってみますか。たまにいますね、この箱の上を3段で登ったりとか、トーテムして登っていく人たち。でも、ナーガスだと、ヒーローモードだとこの状態のナーガスで、あと、パンデとゼロだったら、一番最初の状態、感染させられた瞬間のナーガスでもここに行く、たどり着くことができます。で、これやる際の注意点としては、これ、一番上まで行くと高さの上限位置に達します。早く行かないと1000ダメージずつ食らって死ぬっていう形になるんで、行動は迅速に。続いて、テラギテ。この技、あまりにも早すぎるんで、ぜひとも練習や研究重ねて、取得してみてください。続いて、人間側にて。ポートのロング、反対側の横ピュンピュン飛ぶ子さんの人たちはたくさんいますけど、ここを使う人はあんまりいないと思います。難易度は簡単なんですけど、感染させられる確率は非常に高いんで、注意していってください。ダメ元であって、逃げれたら OK かなって感じですね。反対側から行けることもできますが、人間側でもこっちからは行けるので、覚えて損はないと思いますね。追いかけられてる時にここ使うと、大体の確率で回避することはできるんで、覚えて損はないかと思います。続いてこの場所、実はこのスピーディーに抜けることができます。ここでは2段ジャンプを使います。2段ジャンプ使って登って、でフェンスの上サクパンパンって行くと普通に逃げることできます。移動速度が著しく遅くなるのは感染させられる原因になります。スピーディーに行くならさっきの、確実に行きたいなら今のこの技を使っていきましょう。以上で技の紹介を終了します。なんでサーティンゾーンで、ナーガス使わないのとかいうことあると思うんですけど、あくまでも技の紹介一部だけなんで、ちょっと申し訳ないですけど、ナーガスの方は取りませんでした。で、また今回技の方は紹介したんですけど、方法については全てノーコメントでお答えします。やっぱりその先陣切って誰かがやったことなんで、それをぜひとも自分の力でこういう風にこういう操作でいったんだなっていうことをぜひともみんなに知ってもらいたいと思ったんで、方法についてはちょっと一部ちょっとボロって口から出ちゃったんですけど、ほとんどの方は多分、見てだいぶわかるとは思うので、ぜひともそっちの方に住んでいっていただきたいなと思っております。で、あとちょっと余談なんですけど、武器の威力検証の検証っていうか、性能だったりとかのそういう協力者募集しております。もともとそういう動画も出す予定ではいたので、協力者が大人数入れればこっちもこういう武器の動画も出せるので、そうすると他ゲーみたいになんかその武器の威力検証動画みたいなのも多分上げることができるので、ぜひとも協力の方よろしくお願いします。協力しあ、まあ、あのこちらの下の方に出ておりますコールネームの方にもささやきやメールの方どよろしくお願いします。またこっちの YouTube のコメントの方にも残していただいても結構なので、
まあ、協力 していただける方おりましたら、ぜひともよろしくお願いします。ということで動画の方を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。